はい、どうも。妖怪ウォッチプニプニ来たね。今回もやっていきます。にゃんぼ9日目。はい、今回はね、来ましたね、なんかね。うん、まあ前々から聞いてた通りグリーンにゃんぼね、ランク ZZ、シュカ様やっていきましょう。必殺技は全消し&フィーバー中、その効果アップ。スーパーフィーバーってやつか。スキルは一定期間接続的に回復、自身のデカフニが降ってくる。新スキル、レベル70、ヒットポイント1060、攻撃1171。鬼ひなシュカまあね、つい今年はね、夏目系シュカ様が出たし、シュカ様ってやっぱ人気なのかな。うん、妖怪三国志ではもうかなりレア強キャラなんだけどね。まあ無料コインがね、ありますので、いつものごとく3アカウントでね、今回結構溜め込んでて4枚ずつあります。なので、3×4、12連、多分12連あると思うんですけど、12連ねやっていきたいなと思います。0.7%、ZZ0.7、Z が 0.9、SSS が 3% ということで、SS 以上が 5% ないぐらい、4.6%。なるほど。87%S ランクということでね。まあでも、なんかね、復刻にゃんぼはね、結構 Z ランクとか SSS とか当てたことあるんだけど、結構この新キャラ出るにゃんぼってなかなかね、出ないんだよね。なんですけど、まあやっていきたいなと思います。クリスタルとか極土の子とか結構ね、神エンマとかいて、過去にね太陽神エンマ当てたことも、極土の子当てたこともあるんですが、ダークマスターもちょっとこのアカウント持ってないのでいきたいなと。あとは持ってないのは、そうね、キラコマサンタはもう持ってるか。まあ大体持ってっかな。持ってないのが出たらラッキーぐらいな。なんか妖怪三国志だったら欲しいキャラがあるんだよね。ということで12個回していきたいと思います。ニャンボミッションクリア。この最近のニャンボミッションもね、ちょっとやりやすくていいね。もう技レベルが上がんなくてさ、まだ倒してないんだよね、いろいろ。さあ、じゃあイベントクエストもクリアしていきましょう。ニャンボコイン無料版何枚あるかな。4枚あると思うんだよね。4枚あるんでやっていきましょう。落とすコインもなく、いいか、行こう。さあ、じゃあ12連いきましょう。これ1枚ずつなんか。そっか、でもコインはそうだよね。八頭身ウィスパー出た時がいいような気がするな。ドジラ攻撃力アップ。ドジラはね、 S ランクが SS がまだない頃は強かった。さあ2連目。太陽神が出てしまっちゃった。これ2回目なんだけど太陽神出たことあんの。いや、暗黒神が良かった。持ってんだよ、太陽神だけ持ってんだよ俺。太陽神の頃はまだ弱くてね。いやーサブアカで出したかった。持ってんのが出ちゃうあるあるで、もう Z 出ないかなこれ。大桑の神、いやー太陽神来た、マジか。普通のウィスパーできたね。駒次郎サンタ、これ持ってんのか。持ってんな。はい、ということで太陽神がなんと来ましたね。昔は強かったよなこれ。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、そしたら2番目のアカウント来ましたよ。2番目のアカウントでもやっていきましょう。ヤンボコインはね、なるべく
関係ない時はね溜め込んでやってますね。いやーしかし全くもって、しかしあと今回ミッション結構やりやすいミッションでしたね。なんかね、うん、なんかフィーバー何回とかよりもいいですね。はい、じゃあ行きましょう。メインアカでは太陽神が出ましたね。今までね不動明王天と、あとなんだっけ、不動明王と、あと悟空土の子と、その太陽神、これ太陽神2回目だね。ヤンボ結構 SSS 出るよね。あとあれも出たな、ジェントルメン剣じゃなくてなんだっけ、クリスタルイケメン剣だ。割とね来るよね。さあ4枚、さっきは普通のウィスパーから出たので八頭身じゃなくても期待したい。タント、ヒットポイント高い、争奪戦で役に立つタント、最近は役に立つか分かんないけど。さあこれで6連目、よいしょ。フーマザル、早くねこの辺のサブアカもガシャ乾燥したいね。さあ行きましょう。よっこらせ、うん、87%S ランクだからな。うわっ川太郎、これなんだっけ、あ持ってた、しかもこれ秘宝妖怪じゃなくてなんだっけ、なんだっけ、うん忘れちゃった。あの虎とかもいたよね。はい、じゃあラスト行きましょう。クリスタルじゃねえか、なんだっけ、なんだっけ、ブラックダイヤニャンたちと同じだよね。ナーガラージャ、あー S ランク4体か。はい、ということで2番目のアカウント、なんかねこういうサブアカで今までニャンボいいの出たことないんだよね、なぜか。はい、じゃあ残念だが3番目のアカウントいきます。はい、そしたら3番目のアカウント来ました。これも多分4個になるはずなので、にゃんぼね、回していきましょう。にゃんぼいいですね、いいですね、ナイスですねって。とにかくね3アカウントやっても苦痛じゃないミッションの、うん、あれだったな。玉壊しの時ににゃんぼ来てくれるとありがたいね。はい、これもね4枚あるので回していきましょう。トータル12連になります。メインアカウントではね、太陽神が出ましたよ。いや暗黒神出たかったな。暗黒神ってね復活のスキルあるからね、なぜか結構そうかぶっちゃうんだよね。はい、じゃあ行きましょう。暗黒神、まあでもこれサブアカだから普通に鹿様。八頭身ウィスパーが1回も出てないかな。うい、おわ、ニャーミネーター。これはでもバタン級の鍵だから、意外にこれは当たりですね。さあ、どんどん行きましょう。八頭身来たらどうなんだろうな。うわー、アンコールデッド。これが秘宝妖怪だな。懐かしいね。あれがいいよな、でも。ヨーデルセンはね攻撃力アップだし。さあ11連目かな。おお、たたりギツネ、やっぱり S ランク。今回もうラストだけどね、今回持ってないのは出なかったかな。さあ出てくれよ。うん、ハットシウィスパーは1回もなかった。最後ブーブー、カルラじゃなくてカラスティングでした。ということで12連やって太陽神だったですかね。はい、ということでね、12連回しましたが S ランクは SSS がね、1体だけでした。皆さんどうだったですかね、コメントなど教えてください。このなんかゴージャスなシュカ様ね、鬼姫シュカじゃなくて鬼ひな、あ、そっか、ひな祭りだからか、なるほどなるほど。ということでまあ実際ね、
まあでもクリスタル花咲かじーと極薄土の子、まあ、カチカチ鎖姫もあれか種族効果アップあんだっけ。あとは暗黒神が出たら当たりかな。あとはどうなん残暑っていう感じで、いやーもしねこの 0.7% 当てた方ねいらっしゃったらおめでとうございます。素晴らしいね。カチカチ、まあね種族効果とかアップするやつとかはねできたらね、うん、ゲットするとイベントが楽になるんでね、その辺はぜひゲットしてほしいなと思いますね。はい、というわけでニャンボ12連やってみました。あれ鎖姫俺持ってねえのか。鎖姫持ってねえな。何だったの鎖姫、横取りか。あ持ってないんだ、なるほどね。はい、ということで残念ながらね持ってる、前もそうだったな、リンネの時も持ってるリンネが出たし、そうなの、この不動明天の時も持ってたしね。太陽神はもともとニャンボで当てたんだけど、また2回目ですね、あの太陽神が出たのね。うん、すべての種族からダメージを減らすということで、まあ昔はね強かったけど、エンマ族もこんなに増えちゃいましたからね、大変なこったですね。はい、じゃあすいません、今回はニャンボが回してみました。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、私まだ未だにワイマネ稼ぎ頑張ってますけどね、今回はねちょっとサボらずイベントクリアちゃんとしたいと思っています。もうラストチャンス来そうですね。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。